はい。何でしょうか。アミコさんたちとラウンジへ行って写真を撮ってもらっていました。詳しくですか。はい。ラウンジから見える景色が素敵だって誘われたので、皆さんについて行って写真を撮ってもらっていました。その後、自分でも写真を撮りたくなって、部屋にカメラを撮りに戻ったんです。そうしたら、すいません、これくらいにしてください。ですから、ラウンジで写真を撮ってもらっていました。何かって言われても、特にないと思います。すいません、これくらいにしてください。とても優しい先生で、誕生日にお花を送ってもらったこともありました。実はデートに誘われたことがあるんです。1週間ほど前です。私ドキドキしてしまって、その時は返事しなかったんです。どうしたらいいのか分からなくて。それで私、佐野はるかさんに打ち明けてみたんです。そうしたらはるかさん怒ったんです。絶対に付き合っちゃダメだ、あんな先生の言うこと信じるなって、すごく怖い顔して。私どうしてはるかさんがそんなこと言うのか分かりませんでした。はるかさん、宇佐美先生のこと嫌いだったようです。私にはとてもいい先生でした。すいません、これくらいにしてください。何か分かりましたでしょうか。いえ、それより生徒たちは捜査に協力してますでしょうか。私、はるかさんのことが心配なんです。彼女、自分に素直になれないっていうか、時々嘘をつくことがあるんです。最近は少しずつ変わってきてるようですけど。彼女、京子さんがキャプテンをしているバスケット部に入ったんです。京子さんは成績もいいし、よく気のつく子で、みんなから慕われているんです。はるかさんは高等部から転校してきたせいか、誰とも打ち解けることができない生徒だったんですけど、京子さんだけは何かと話しかけて、自然に友達として接していました。はるかさんはそんな京子さんに尊敬というか、憧れのような感情を抱いているような気がします。でも他の人にはなかなか心を開こうとしないんです。実は私、本当に生徒たちのことを理解しているのかわからなくなってきたんです。私って教師に向いてないんでしょうか。そうですか。ありがとうございます。
今は特にありません。上から82、58、87です。早く解決してくださいね。吉川先生のトランクの話って、あれ思い違いじゃないかな。それより私心配になってきてるんですけど、事件解決できそうですか？さすが先生、頼もしい。ちょっと考えさせてください。あ、行きますか。ちゃんと聞いてね。ねえねえ探偵さん、教えてあげようか。はるかのことなんだけど、あの子結構嘘つきなんだ。でも髪の毛触るからすぐ分かっちゃうの。単純。西倉先生、ロッカーの中探偵小説でいっぱいなんだよ。時々ニヒルにカッコつけてるでしょ。小説の主人公になりきってるんだよ。それに伊吹先生に気があるって分かった？思いっきりバレてるよね。伊吹先生は私たちが初等部の時学校に来たんだけど、その時はすごく優しい先生だったんだよ。でも今は事務的で冷たい感じでしょ。なんかあったんだね。吉川先生はけなげでいい人。怒らせると可愛いよ。もう全部話しちゃったからない。でも写真あげるね。はい。それ趣味？仕事？見りゃわかるでしょ。手がかりありました？私今度のこと反省してるんです。最初から誰かに相談すればよかったって。それでよく考えてみると、私クラス委員なのに誰ともちゃんと話をしてなかったって気づいたんです。真由美さんや京子さんとはなんとなく話しにくいし、遥香さんはいつも本当のこと隠してるみたいで、森沢千夏さんはアクセサリーの話題ばかりでいい加減にしてほしいって思うこともあって。すいません、クラスのことしか浮かばなくて。すいません、クラスのことしか浮かばなくて。
く知らないんです。頑張ってね。またですか？別に。ないってば。別に。そうだよ、嫌いだよ。前から相談された時も、あんなのと付き合うとバカ見るからやめなって怒ったんだよ。宇佐美って昔付き合ってた生徒を自殺させたことがあるんだ。その子と同じ学年だったうちの姉貴から聞いたんだけどね、自殺した子の名前さよっていうの。小さい夜って書いてさよ。寂しそうな名前だから私ずっと覚えてた。しつこいな。何ですか？気がついたことって言われても私何も見てないから。それより探偵さん、事件解決の目処はついたんですか？へえ、よかった。私早く京子と話がしたいんです。気がついたことって言われても私何も見てないから。気がついたことって言われても私何も見てないから。ちゃんと聞いてね。え？どうして知ってるの？話してもいいけど、私泣いちゃうかもしれない。私とさよちゃんはとっても仲良しだったの。とっても優しくって、いつも私のこと大事にしてくれたの。でも私が初等部6年の時、お家に帰ってきたらお医者さんが来てて、もうダメだって。さよちゃん最後に私の手をギュッて握って言ったの。
亜美ちゃん可愛いお嫁さんになるんだよって。さゆちゃんの写真あげるね。はい。さゆちゃんのこと時々思い出してね。頑張ってね。探偵さんはお話好きだね。探偵さん見た？宇佐美先生とっても可愛い指輪してたでしょ。私もああいうの欲しいな。あ、そうだ、探偵さんに似合いそうなのがあったんだよ。あ、やっぱりやめた。ね、はるかちゃんはね、すっごい嘘つきなんだよ。嘘つくとき、こんな風に髪を触るの。だから、みんなにバレちゃってるの。もっと面白いこと聞いてよ。知らない。知らない。もっと面白いこと聞いてよ。はい。はるかのことなんですけど、彼女自分を出すのが下手だから探偵さんを困らせてるんじゃないですか。でも根はいい子なんですよ。事件とは関係ないですね。彼女は私と同じバスケット部で、始めてからまだ半年なのにすごく上達が早いんですよ。練習の時なんか生き生きしてて普段と全く違うんです。他には特にありません。誰ですかその人。知りません。本当に知らないんです。頑張ってね。ご苦労様です。私、列車の乗務員として責任を感じております。生徒さんたちにとっては楽しい思い出になるはずの修学旅行だというのに。後で皆さんにお飲み物でもご用意したいと思います。あ、事件に対して責任を感じております。生徒さんのことに関しましては先生方にお聞きになった方がよろしいかと思います。ですから生徒さんのことは先生方にお聞きになってください。
もうお話しすることがございません。作業に戻ってよろしいでしょうか。ご苦労様でした。まだ何か。宇佐美先生の写真は亜美子さんから受け取っていただけましたか。あの中の一枚が気になっていたのですが。右手を写した写真です。薬指の付け根に日焼けしてない部分がありましたでしょ。あれはなんだかお分かりになりましたか。写真をご確認なさったのならそれで結構です。どうして彼女のことをご存知ですの。わかりました。近町さよと会ったのは今から5年前のことです。黎明女学園に来たばかりの私に最初に心を開いてくれた生徒でした。1年生になったばかりの近町さよは母親と2人暮らしということでした。大変聡明で優秀な生徒で、私が学園を訪れた時はいつも医務室に遊びに来てくれて、2人でいろいろな話をしました。美術部に所属していた彼女は作品が出来上がるたびに私に見せに来てくれました。将来は彫刻をやりたいと何度も言っていました。目を輝かせて。ところが夏休みを境に彼女は全く医務室に姿を見せなくなりました。少し寂しい気はしましたが、作品作りに打ち込んでいる彼女を見かけることがあったので気に留めることはなかったのです。そしてその翌年、冬休みが終わる前の日でした。何の前触れもなしに大量の睡眠薬を服用して彼女は自らの命を絶ったのです。連絡を受けてすぐ私と学園長、そして担任の宇佐美先生がさよさんの自宅へ向かいました。自殺の原因は分かりませんでした。ただその後、宇佐美先生と近町さんのことが一部の生徒の間で噂になっていると聞いたとき、自分が迂闊だったことに気がつきました。学園側は生徒たちを動揺させないよう穏便に処理したようです。でもそんなことはどうでもよかった。私にとって問題なのは彼女を守ってやれなかったという事実だけです。あの事件で私は自分の無力さを思い知らされました。多分あの時のように生徒たちと接することはもうないでしょうね。その質問にはお答えしました。また君か。特にないけど。容疑者全員の履歴書は取り寄せたんだっけ。ん？ならいいんだ。ま、何かヒントはつかめると思うよ。特にない。まあせいぜい頑張ってみろよ。さよ？いや、知らないな。知らないって言ってるだろ。しつこいな。もういい加減にしてくれ。
ご苦労さん。はい、近町小夜さんの資料ですね。また馬淵さんに頼んでおきます。吉川先生のトランクの話って、あれ思い違いじゃないかな。は、行きますか。出したんですけど、通路の壁飾り壊れてるような気がするんです。私、額縁とか傾いてるとすごく気になるたちなんです。他には特にありません。頑張ってね。これか。あ、今連絡が入りまして、あの扉の奥に血のついたナイフが挟まってるそうです。カウンターのペティナイフ。はい。先生、凶器ですね。馬淵さん、これどうしたんですか。あ、いや、気づきませんでした。本来はこういう形を。ああ、このフクロウがなくなってるんだ。これは？あ、それは防犯カメラでございます。カメラ？あ、ちょっと失礼します。先生、捜査を続けましょうか。何か分かりましたでしょうか。はい、
些細なことなんですが、通路にある飾り物が壊れていたような気がするんです。でも私の思い違いかもしれません。お役に立てなくてすいません。早く解決してくださいね。ちょうど今ファックスが届いてます。先生、玲子さんが送ってくれた履歴書です。